おはようございます。速稼塾の久保です。今日はですね、速稼塾の通常放送とそれからですね、億万長者合宿、リメンバー、こちらのシリーズを合わせての放送になります。2019年ももうそろそろ終わりになります。で、刻一刻と2019年という時間もね、なくなっているわけなんですけども、そんなのは2019年が始まった1月1日から刻一刻となくなっているわけなんですよ。でもやっぱりね、時間の考え方っていうのはやっぱりシチュエーションによって変わるんですよね。やっぱ2019年の12月31日は大切な時間だなと思いながら過ごすんですけども、なぜかですね、6月23日とか5月1日とか、それから9月15日とか、こういう日はどういうふうに過ごしたかって言ったら全然覚えてないですよね。要するに軽んじてるわけなんですよ。でも1月1日のことは多少覚えてるかもしれませんよね。でも本当はどの1秒もどの1日も貴重な残りの人生のたった1秒、たった1日なのかもしれません。そうなんですよね。吉田さんがね、課題を出されてました。今日が最後の一日だとしたらどういうふうに過ごしますかっていう質問ですよね。これはありふれた質問ではありますけども、明確に回答できる方はあんまりないと思うんですよ。で、私はですね、今日が最後の一日だと思って毎日を過ごしてますので、やること変わんないんですよね。だって私、今日終わってもいいと思いながら、10秒後に自分の人生が終わってもいいと思いながら1秒1秒使ってますんで、この動画も撮ってますんでね、何の後悔もないです。まあ未練もないです。ただちょっと残念だなと思うところはちょっとあるんですよ。例えばですね、今まで、こうね、一緒に過ごしてきた方とお別れしなければならないと、私の動画がもう増えないとかね、こういった残念さはありますけども、それはですね、私が100年生きようが1万年生きようがもうなくならないんですよ、そういう考えは。だからね、寿命ってのは、人生ってのは長く生きたからこそ価値があるわけではなくて、どう生きたかだけなんですよね。それこそ今日を最後の一日だと思って過ごした人と、明日があるさと思いながらね、どっかの歌みたいに過ごしてる方と大きな差ができると思います。で、私はですね、以前までそういう考え方ができませんでした。麻雀店をやってる時とか特になんですけど、ピークだったですよね。借金を返すために、あ、まだ人生65歳ぐらいまで、70歳までかかれば3000万ぐらいは返せるんじゃないかなみたいな考え方だったんですよ。でもどうですかね、借金を返すためだけに生きてるとして、今日があなたの人生の最後ですよって言ったら、借金をそれでも返しますかね。返さないですよね。もう今日死ぬと思ったら、借金のことなんてどうでもいいと思いながら自分の思ったように生きると思うんですよ。ということは、借金を返す行動っていうのは自分の本来の人生じゃない時間の使い方なんじゃないかなというふうに私は今思うんですよね。だったら極端な話、借金ぐらいくらあってもね、踏み倒すぐらいのつもりで生きていてもいいんじゃないかなと思うんですよ。で、もちろんね、借りたお金っていうのは絶対に返さなければなりませんし、人に迷惑をかけますしね、返さないことによってその向こうでまた不幸が起きるわけですよ。そう考えたら、お金のことは人にね、裏切られても、自分は人を裏切らないようなお金の使い方をしていかないといけないなというふうに感じてるんですよね。さあ、ここまででね、だいぶ前提が出来上がりました。じゃあ、2019年2020年のこの隙間なんですけども、私はね、年に1回だけ速稼塾のセールスをすることにしてるんですよ。で、今回も速稼塾のセールスをねしようかと思ったんですけども、まあ今年はいいかなと思ってます。なぜなら1年間自動的にずっと売れてたからなんですよね。もうこういうふうにね、勝手に売れてるものに関しましては結構乱暴に扱ってもいいかなというわけではないんですけども、あえて私がセールスというふうな形でね、追い込まない方がいいかと思います。その点でですね、いわゆる世の中にある多くの情報商材や高額塾とかね、果てはね、あらゆる商品についてのことと私のこのセールス手法のちょっと比較をしたいと思うんですけども、私はね、速稼塾の中でこんな実績者がいますよってことを全然ほのめかなさないんですよ。それは何でかっていうと、速稼塾のおかげでそうなったと私は思ってないからなんですよ。これが私の自己否定論です。でも、うまくいった人の中には、速稼塾に出会えたおかげでこうなりましたって言ってくださる方がいます。それは本当にね、その評価を私はありがたく受け止めるんですけども、だからといってその一例を取り出してみんながこうなりますとかね、こういう可能性がありますみたいな誇大表現をすることは私はやらないかなと思います。そういう方が世の中にいることは分かります。自分の塾の、例えばね、100人自分の塾に入りました、その中の3人ぐらいが成功しましたって言ったら、その3人をね、繰り返し繰り返し取り上げて、その人の特集を組んだり対談をやったりとかして、散々残りの97人のどうにもならなかった人を踏みにじってですね、3人のことだけを祭り上げて、そして新たなる、塾生とかね、情報商材を売るお客さんを探すっていうのは、私にとってはすごくね、ずるいやり方であり、汚いやり方であり、私自身はできないやり方なんですよ。もちろんそういうことをやってる人を批判するものではありません。ただその手法を私は真似ることはないかなと思ってるんですよ。
それをするぐらいだったら速稼塾なんて売れなくてもいいと思ってるんですよね。もっと言ったら速稼塾っていうのは有料で売らないと売れないようなものではなくて、無料の中でも価値を取り出していただけるようなそんなものにしようとずっと思ってるわけなんですよね。2013年から2019年までやってきましたけども、2019年もですね、この後半だけでもですね、速稼塾には入っていないんだけども、きちんと売り上げを上げて実績を出して儲かっている人、 YouTube なら YouTube で再生回数をものすごく上げた人、チャンネル登録者数を急増させた人いるわけですよ。これは速稼塾に入ってないけども速稼塾のおかげですというふうにね言ってくださると、それはありがたいことだと思います。反面ですね、速稼塾に入ってるんだけども、でもね、残念ながら資産を失っている人もいるんですよ。なんでかっていうと、これはですね、私が稼げるネタをいくらね話したところで、速稼塾限定で話す、速稼塾じゃないところでもちゃんと話す、一般公開で話すにしても、どっちにしてもその稼げるネタの使いこなし方が身につくかどうかなんですよ。稼げるネタがここにあります、稼げるネタがここにあって、それをただ使ってるだけではリスクが高まっていくんで、リスクヘッジという稼げるネタをね大事に使う、そういうふうな教育ってものをやってますけども、その教育を素通りして使わなければ、稼げるネタが稼げなくなった時に同じように破綻するってことなんですよ。稼げるネタが稼げなくなった時だって、やっぱりね、この空売りっていう方法が、まあ株にあるんですけど、同じなんですよ。稼げなくなったことによって稼げるようなね、そんな形もあるわけなんですよ。でそういうのをやっていけば、稼げるネタがどういうふうに動いていても、いつでも集客していつでも販売できるって力が身につくわけなんですよね。でも多くの方っていうのは稼げるネタに出会っちゃうと、その自分のね技量を磨いたりとか、自分の人脈を磨くことを怠っちゃうわけなんですよ。だからそうではいけないですよってことを、やっぱり毎日の放送の中で、油断をするなよとか、リスクヘッジをしましょうねとか、依存しちゃダメですよってことをお伝えしているんですけども、悲しいかな、私がね一人一人の行動を禁止してるわけではないんで、その人の裁量に任せてますんで、まあ結果的にねうまくいかなかった方も出てくるし、ということは私の指導力がそこまで高くないってことなんですよ。で逆に言うとですね、受け取る力が、受信力が強い方っていうのは、別に速稼塾入んなくてもきちんと売り上げを出して、きちんと利益を取って、きちんと大きな人脈を作って、あ、速稼塾っていうものの動画を見たおかげかもしれないなっていうふうにして、こっそりと入金をしてくださると。速稼塾入ってない方でも入金してくださるってことがあるわけですよ。だからこれは私の功績でも何でもないです。その方の受け取る力が強くて、その方がリスクヘッジの力が強くて、その方が気づく能力が高かったっていうこともあります。もちろんね、一人一人にはいろんな状況があります。時間がなかなかないとかね、忙しいとか、それは本当にね言い訳ではなくて、そういう現実なんだと思います。では忙しい方はどこからやるのかとかね、時間がない方はどこから手をつけるのか、お金がある方はどのレベルからあるのかって、そういうことも毎日の放送の中でお伝えはしてきているんですけども、残念ながら時間がない方ってのは私の放送全てを見るわけにはいかないと思うんですよ。まあ、ですんでね、断片的な知恵とか知識に頼る、そしてもうこれも禁じられてることではないんですけども、他の方の YouTube の影響を受けるところもあります。例えば私はね、ブログの量産で利益を出してきました。毎日更新してきました。でも人によるとですね、毎日更新しない方が効果が高まるんじゃないかとかね、勤労に集中した方がいいんじゃないかっていうふうにこの人が言っていましたみたいな形で私の方に、相談してくださる方もいるんですよ。そこはですね、あなたがどっちを使いこなせるかっていうところになってくるんで、私には決められないんですよね。ただ私は自分の成功法則とか、自分がこれはうまくいかないと思うよってことを話してるだけなんですよ。あとはそれを受け取った方が自分のライフスタイルにはどれが適してるかなっていうふうに判断しなくてはなりませんし、判断がつかなければどうして判断がつかないのかってことを私に質問する権利があるわけですよ。もちろんこれ速稼塾入ってなくても私はお答えしてるんですよね。自分の経営してる店がうまくいかないんですと、これが見取り図ですと、こういうふうな客動向ですっていうふうに寄せてくると、私としては店舗の運営の判断っていうのがまずはやめた方がいいと、店舗は儲からないことが前提なんでやめた方がいいよっていうことからお話するんですよ。それでもやりたいんだったら、店舗にインターネットの広告っていうのを入れるために、あなたは YouTube を量産して、ブログを毎日更新して、 Facebook にアカウント作ってって話になりますけども、この3つをやらないんだったら、その儲からない状況の困った状態の店がずっと続くだけなんですよね。でもやっちゃうんですよ、それを。困った状態の店を愛しく思って、新しいテクノロジーを、いやまだまだ自分には分からないからってことでやらないんですよね。特に40代から50代以上の方っていうのは、新しいテクノロジーにものすごく拒絶反応を持ってるんですよ。今40代とかでね、うかうか知らないですよ。40代で現代のテクノロジーを使わないってことはどういうことかっていうと、30年後はもっと使えてないってことなんですよ。要するに70、80でメールすら打てないような老人の出来上がりです。ね、今70代、80代でスマホが苦手とかね、
インターネット使えてないとか、 LINE の登録してないとか、そういう方いらっしゃると思うんですけども、その方の人生はどこから始まったかっていうと、30年前から始まったんですよ。30年前ですよ。私も同じ環境です。30年ぐらい前にインターネットってものが入ってきたりとか、 Windows の95っていうのが出てきたりね、そしてスマートフォンっていうのはつい最近でしょうけども、携帯電話で i モードっていうのが始まりましたよね。その時に、あ、新しいテクノロジー今のうちにやっとかないとと思った40代50代が70代80代になってインターネットを使いこなす豊かなね老後を送ってるんですよ。でインターネットから受けれる恩恵ってすごく大きいですからね。だってインターネットを使わなかったら、近所の人とか回覧板とか、もう何変更報道の多い新聞とかテレビの情報によるしかないんですよ。その中でしか常識ってできていかないんですよね。ものすごく小さい常識、もしくは古い常識のまんま、この新しい情報社会を生きていかなくてはならないんで、まあ情報においては完全に負けちゃいますよね。だからそういうことを教えてくれる人もいないし、仮に教えたとしても理解してくれないと、そういうふうなね石頭ができちゃうわけなんですよ。だからそうならないために、私たちは40代を本当にね大事に生きていかなくてはなりませんし、40代で新しい考え方を受け入れられるような、そういうふうな、ね、人格を身につけようと思ったら、もう30代とか20代で始まってるんですよ。20代の頃にね、10代の友達がいるかなとか、30代の頃に、あ、昔の友達に会わなくなっちゃったねっていうふうな自分を修正できたかどうか、そこに全てが尽きるわけなんですよ。結局自分が楽な方、工夫しなくていい方、そして誰かに助けてもらえることを期待する人生を送ってしまった結果が、70代80代になって独居老人とかね、老後破産につながっていると思うんですよ。でもしくはですね、どうしようもない状況っていうのはあると思うんですよ。誰にでもどうしようもない状況の時に、そのどうしようもないところからどうやって抜け出すかってことをね、やっぱり学んでいかなくてはなりませんし、どんな状況からでも打開できるような自分を70年80年かけて作っておかなければならないのかなと思うんですよ。で、私は70代とか80代になったことがありませんから、これはね、完全な私の偏見と独断で申し上げてるだけかもしれません。中には不快を感じさせる方もいるかもしれませんが、私今でもね、目標にする70代の方とか80代の方とかいるわけですよ。そして日々それを見つけていってるわけですよ。最近の例で言ったら、勝山さんとかっていうのがねいるわけですけども、 N 国党関連の動画を出してる方なんですけども、勝山さんのその動画のねセンスっていうのがもう凄まじいなと思って、私はいつも思ってるわけなんですよ。その勝山康二郎さんの言葉を借りて YouTube もね出したりしますし、勝山康二郎さんにメッセージを送ったりとかね、それから敬意を表したりとかするわけですよ。勝山康二郎さんを見る感じで私が判断すると、老害っていう言葉は思いつかないです。老益としか思えないんですよ。老益ですよ。そういうふうに思える人を自分が何人探したか、そういう人とどれだけつながりを作ったか、そして自分の声を受け取ってくださるような、そういうふうな敬意ある70代80代の方にどれだけ自分が出会えたかっていうのが、自分の70代80代をものすごく占うわけなんですよ。ダメな老人ばかり見てたら、その老人が基準になるんで、あなたの人生もダメになります。でも素晴らしい人ばかりを見ていると、そういう素晴らしい人が目標になるので、素晴らしい人間になる可能性があるわけなんですよ。そして誰を素晴らしいと思うのか、どんな人も素晴らしいと思って敬意を向けるのかっていうマインドセットっていうのが受信力の全てなんですよね。全て人を見たらバカにするとか、全て何か案件を見たらインチキだと思う、詐欺だと疑う、そういう精神でいると詐欺が寄ってくるわけですよ。そうじゃないんですよ。詐欺商材からでも利益を生めるような自分になっておけばいいわけですよね。実際私は詐欺商材からでも利益を生むことができるんで、どんな案件でもどんとこいですよね。そしてもう一つですよ、私に詐欺案件を持ってきたら、その詐欺案件を私は YouTube で発信しますから、怖くて持ってこれないですよ。だから私のところにはいい情報が届きやすいんですよ。アウトプットをきちんとするんで、まあそういうふうな形でね、自分というのをどう作ってきたか、どういうふうな自分を形作るために、この1年、この10年、この20年、この50年を生きてきたかが全てなんですよ。誰かの影響、それはあったでしょう。社会の情勢あったでしょう。でも私も条件は同じです。いや、もっと悪かったかもしれませんよ。だって39歳まで借金が3000万円以上あってね、そして毎月100万円以上借金がかさんでいく、毎月ですよ。毎月100万円以上、いろんな生活コストとかいろんなことを考えて、それでも100万以上の借金がかさんでいくような日々、1日3万から4万の負債ができるような日々ですよ。どこでバイト行って1日3万4万返せばいいんですかって話じゃないですか。だからもうお金を稼ぐことはこっちですよね。ほっといて、どういうふうにお金を借りるかってことばっかり考えるようになります。でプラスね、独身で何の才覚もなく麻雀店をやっている久保哲郎という人間、今からでもね、何度でも言いますけども、広島市中区本通り 8-24 レインボー丸和ビルの2階ですよ。ここでオープンリーチという麻雀店を社員を雇用してやってたわけですよ。そしてその麻雀店で私は
毎日毎日、先ほど申し上げました3万から4万の負債を作ってたわけですよ。従業員に給料を払って、テナント代を払って、お客さんにいろんなね振る舞いをして、そして毎日3万から4万の借金です。事業者としてはとても言えないですよね。納税もしてない、それから滞納もしている、取引先に迷惑をかけている、そんな人間が麻雀店をね、広島市の一等地で商売をしてたわけなんですよ。ね、そういうふうな現実があって、そこでね、私は考えるわけですよ。一生懸命やることでも、私は一生懸命やってきましたよ、麻雀店。一生懸命やって、負債を増やしてどうするんやと。お金の儲からないことを一生懸命やってどうするんだと。お金の儲かんないことをやってるから、社員だって面白くないと。社員の給料も上がらない。出してたボーナスもカット。なくなっちゃった。ね、新しい人間も雇用できない。そして外注できないから全部自分でやろうねみたいなね、そんな経営ですよ。そして営業時間も長かったです。違法営業は私は珍しくしてなかったんで、麻雀店にしてみたら他の店は全部非違法営業ですよ。お金もバンバンかける、深夜営業をどんどんすると、いつ摘発されてもおかしくないけど、まあ警察は見て見ぬふりみたいなね、そんな形ですよ。で、私の店はもうね、警察が入る入んない関係なく真面目にやることを、それをね、社員に見せていかないといけないかなと思ったんで、深夜12時にはきちんと閉めるってことをやってました。でもですね、一生懸命真面目にやると全部うまくいくわけではありません。だって世の中が一生懸命真面目にやる人を報われるような社会になってないわけですよ。どちらかというと、ズルをする、嘘をつく、癒着をする、根回しをする、こういったものが成功のキーワードになってるんですよね。私はね、そういう仕組みにどうしても自分を合わせることができなかった。まあ、だからこうなっちゃったとも言えるんですけどね。だったらそういう社会から離れて隠居という世界でね、自分一人で暮らしていくってことを選んだらどうかと思って、40歳からその隠居を目指すために私はアフィリエイトビジネスを始めました。アフィリエイトってものは多くの利益をもたらしてくれますけども、これもですね、せっかくの稼げるネタなのに、いくら私がアフィリエイト、アフィリエイト、アフィリエイトって言っても、それを使いこなさなければゴミになるんですよ。費やした時間とか費やしたコストが全部無駄になるだけです。だからアフィリエイトは儲からないとかね、久保哲郎の言った通りにやっても儲からないっていう意見が結果的に出ますけども、私は他人の結果まで保証できませんけども、自分の結果っていうのは自分で見てきたんで、自信を持ってこういうふうにね、お話できるんですよね。ただあなたもそれをやれば成功できますよと約束したことはありません。あなたもそれをやってみたらどうかと、今の状況に不満があるんだったら、私がうまくいったと思えるものをちょっとやってみたらどうかってことをお話します。だから FX もおすすめします。ただ FX だって私以上にやり込んでる人はまあなかなかいないと思いますよ。私は FX をまあ一定のレベルでマスターしたかなと思いましたけども、毎日のようにやって、毎日のようにアウトプット動画で放送して、それを3年続けてやっとですよ、ね、ここまでやってないでしょ。ここまでやらずに FX が儲からないっていうんだったら、それは FX が儲からないんじゃなくて、儲かるレベルまでやらないあなたが儲からない人なんですよ。だからそういうことをいろいろね言うと、やっぱ説教じみたことになるんですけども、まあ塾ですからね、速稼塾ってのはやっぱ叱らないと塾じゃないですよ。ああ、よかったね、頑張ったねって言ってくれるのは世界中でお母さんだけですから。私の塾に入る以上は、私はね、セールスマンではなくて、そしてあなたはお客さんではなくて弟子なんですよ。だから極端な話、1から10まで言うこと聞けば結果は出るでしょ。でもその結果を出る1から10までってのは、じゃあサイトを1万個作りましょうみたいな話になってくるわけですよ。無理ですよね。投資に行くためには最初に元金を1000万用意しましょうみたいになるんですよ。無理じゃないですか。だからできることからやっていこうねって話になるんですよ。できることから積み上げていけば、それはね、求める結果が出るまで3年ぐらいはかかっちゃいますよ。私も最初の1億円稼いだのは、たった一人で稼いだのは3年かかったわけですよ。その時は1日に10万円の利益を出していこうっていうのがスタートラインだったんで、最初10万円の利益なんて出るわけないですよね。最初は35日で80万の利益がやっとでした。もうこのぐらいのレベルなんですよ。でも35日で80万の利益ってすごいでしょ。麻雀店では1ヶ月で100万以上の赤字が出ていたのが、急に35日で80万円の利益が乗っかってきて、それ以来ね、その35日で80万っていう利益が落ちることはなかったんですよ。上がる一方ですよ。だから先を見ていけたってところもありますし、自分の行動結果に自分を励ますこともできました。自分の塾生が儲かったからそれに触発されてっていうのも多少ありましたけども、それはそんなに大きな要因ではなくて、自分ができたから自分が盛り上がる、
自分ができないからやることが見えてくる、この繰り返しだったんですよ。全ての問題っていうのは自分の問題だというふうにすり替えることによって、思い込むことによってね、私は自分のことを突破してきたのかなと思います。さあ、そしてですね、そろそろ速稼塾の話をしなければなりませんけども、簡単に済まさせていただきます。速稼塾っていうのは、2020年も30万円で販売します。そして速稼塾に入りたい方は3万円の頭金を払っていただければ、残り残金27万円はいつ払っていただいても結構です。価値を感じなければ払わなくて構いません。儲かった後で構いません。儲かったんだけども払わない人もいます。そういう人の、なんですかね、差がっていうのも私はよく分かってますんで、それでも OK です。まあ踏み倒してくださいって形ですよ。請求は一切しません。ただですね、きちんと払う方の方が多いです。6割以上の方が満額払ってます。なぜならですよ、そういう教育をしてるからなんですよ。お金にきれいになると、支払いを早くしろ、もらうべきものはいくらでも待ってあげろ、この教育が速稼塾なんですよね。でそれに賛同する方は参加していただきますし、いやいや自分はなるべく払わずに無料に近い形でやっていきたいんだ、だって自分が損したら嫌じゃん、買ったものが自分に価値がないと思ったら買ったお金損するでしょ、自分だけは損したくない、でも人の労力がいくら使い倒してもいくら損させてもいいんだっていう考え方はまああってもしかるべきかなと思いますけどね。あとはね、皆さんがどう選ぶかなんですよ。さあ、どういうふうに考えてもどういうふうに行動しても、1秒1秒があなたの人生を作ってます。素晴らしい人生だと言えるのか、正々堂々と生きたと言えるのか、今日人生が終わるとしたらね、自分の人生どうだったですかね、それなりに良かったという、それなりがついちゃいますかね。いや最高に良かったと、生まれ変わっても自分以外には生まれたくないぞと、誰のことも羨ましくないぞっていうふうに思えるのか。さあどうでしょうか。私はですね、誰のことも羨ましくないんですよ。いや久保哲郎で良かったなと、ついてるなと、だから言うんですよ、私は運が良かったと。この自分に生まれてきてむちゃくちゃ運が良かったなと。皆さんにこの動画を見てくださってる方にね、会えたのも私だからこそ会えたと思うんですよ。これがね、なんか分かんないですけども、小林哲也さんとかね、小林哲也さん本当にいるな、小林哲也さん、ぶどうありがとうございました、いろいろお土産ありがとうございました、すいませんパッと出ちゃいました。A さん B さん C さんに生まれてきたら別の人生だったんですよ、ね、D さん E さん、誰に生まれてきても久保哲郎の人生はなかったわけですよ。久保哲郎が見たものに感動し、いろんなことに辛さを覚えて、それすべてね、久保哲郎っていう体を私に与えてくださった神様のおかげですよね。そしてこの精神力をいただいた、なんかね、世の中のおかげかなと思いますよね。この辺は言い方がね、もうもやもやしちゃうんですけども、まあ言ってみれば、長い人生、短い人生、どう感じるかってことはありますけども、私はね、短い人生だなと思いますよね。ここまで来るのもすっごく早かったです。なぜ早かったかというと、毎日が、辛いようで楽しかったですね。その瞬間はね、苦痛にもだえる時があったんですけども、振り返ってみると、いや面白かったな、楽しかったなと、あの苦痛は俺だから耐えれたんだな、他のやつじゃ耐えれねえだろうなと、こういうふうに思っちゃうわけですよ。そしてね、速稼塾に関してなんですけども、多くの方が自分の塾に入ったら儲かりますよっていうふうなセールスをしたりとか、こんな実績者がいますよっていうことを言いますよね。私はそういうことをね、聞かれるまで話さないですよね。確かにね、私の塾から独立した方っていうのはかなり儲かってると思います。羨ましいなっていうふうに思うのは、私には学ぶべき速稼塾がなかったんですよ、私が作ったんで。でも変な言い方になりますけども、私が速稼塾っていうのを作ったおかげで、その速稼塾を目標に自分を立身出世させた一人企業の方っていうのがまあね、いるとしたら、いるんですけども、かなりいるんですよね。やっぱ100人は超えたと思うんですよ。1000人の中で100人超えたって結構すごいですよね。まあそういうことを考えると、速稼塾がなかったらこの100人の方っていうのは未だに自分の不都合な人生を受け入れざるを得なかったなと思ったら、私もね、速稼塾に結構学ばせていただいてるなと思うところなんですよね。さあ、それではね、はっきりとしたセールスはありませんけども、速稼塾に興味を持ったら、私の方にまずはメールをいただくようになります。この下の方からね、メールをいただいて、で、億万長者合宿っていうのがね、今どんどんカウントダウンしてますけども、こちらの方も多分億万長者合宿の合宿があるでしょう。ここからね、吉谷さんにメッセージなんですけども、今度億万長者合宿で合宿をやるとしたら海外に行こうかなというところがありますけども、まあ合宿じゃなくてもね、なんかミーティングと言いますか、億万長者合宿視聴者体験会みたいな感じで2人で集まってね、なんかやりませんかっていう気になってきました。私もね、暇なんで。でその時はお互いの車を持ち寄って、その車の試乗会も同時にやってみたいなと思うんですよ。だからこう、車好きの方に来てほしいと、 R34 が大好きな方、もしくはトランズムが大好きな方、この両方をね、触れてみたい、写真撮ってみたいっていう方を、限って募集するのはどうかなと思うんですよね。もしくはその車とか関係なしで、私と吉谷さんがいつもこの動画のやり取りをしてるのをリアルでやるのを見たい人募集みたいなね、
そしたら誰も来なくても、仮に誰も来なくてもいつもやってることをあの密室でやるだけなんで結構面白いかなと思うんですよ。そう、直接対談ですね。直接対談公開録画みたいなのをやったらどうかなと思いますけどもね。まあそれを2020年どっかでできればいいかなとほのかに思ってる程度でございます。さあそれではね、動画の方は終わらせていただきますけども、2020年が皆さんにとってもね素晴らしい年になりますように、その素晴らしい年が速稼塾があろうがなかろうが、ドリームアカデミアがあろうがなかろうが、あなたの裁量で起こることだと思います。ただその中にね、少しだけなんですけども、速稼塾ってものに参加していただいて、速稼塾に入ってよかったなとかね、速稼塾に入ってお金は儲かんなかったけども、でもたくさんの学びがあったなと、なんで自分が儲かんないのか分かったみたいなことがね、積み上がるといいなと思います。なぜなら速稼塾の放送っていうのはあなたが生きてる間ずっと続くからなんですよ。カリキュラムは永遠に追加されるんですよ。これからも新しい儲かり方とかね、新しい詐欺とかね、新しいなんとかブームとか起きるでしょ。そのために私はそこに独自の視点で切り込んでいって、自分が体験したことをお話していこうかと思うんですよね。まあこういうふうにね、先頭を切って何でもかんでもやっていきますので、ご期待いただきたいと思います。そして最後のメッセージになります。私はね、2020年むちゃくちゃ儲かるやつを始めるんですよ。月利でいうと 50% ですね。そこに100万投じれば毎月50万の利益がポン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 抜けるやつです。これですらリスクがあると思いますけども、完璧なリスクヘッジをして臨みたいと思います。そのリスクヘッジの一つは FX ですね。 FX で私は例えばね、100万失っても1ヶ月で100万稼ぐことはもうできます。だから1ヶ月100万を消耗しても FX でガンと取り戻せるんで、どんな案件にもバシ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 いけるわけですよ。この FX でなぜ勝てたかってことも速稼塾の中の放送の中に入ってますんで、根性ある方は FX を学んでみてください。そして毎月50万のね、利益が抜ける、50% の案件、これが知りたい方は教えません。誰にも教えません。こういう危ない熱いやつはもう反動もでかいですし、いきなり100万入れちゃう人もいると思うんでね、最初は10万ぐらいから始めるよっていうんだったら、教えなくもないんですけども、それでも教えないでしょ。そしてもう一つ、フォインですね。FOIN。フォインっていうのが1月2日に本当に日本円に換金できるのか。私の一世一代のね、これ詐欺なんじゃないかなと思いながら参加したフォインというやつですけども、今のところ順調にね、ことが進んでるみたいです。ただ、裏付けは誰にも取りようがないです。だからね、もう期待半分、ドキドキ半分、なくなってもいいやみたいなお金を投じました。計算してみると500万ぐらい入れてるんですよね。500万がなくなるのか、それとも500万が、まあ多少ね、私の目算で言うと1200万ぐらいにはなるのかなと思いますけども、さあなるんでしょうか。これもですね、私ね、動画の方で結果をバン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 皆さんに紹介しますんで、またね、システムメンテナンスですとかみたいになったら、もうこれはダメだと、損切りだみたいなことも言うと思います。フォインですね。フォインってやつ、ちょっと検索してみてください。面白いですよ、フォイン。まあそういうような感じでね、まだまだ私は儲かるネタガンガン持ってますけども、ただ、扱えないなと思う人にはもうね、お伝えしないようにしようと思います。何でもかんでもお知らせするのもいいんですけども、ただね、この人には力量がないかなと思ったら、それは、こそっと私がね、墓場まで持っていこうかなと思います。それがね、私の今日最後に送るメッセージですね。今日、あなたは今日人生が終わるとしたらどうしますか？秘密を持っていきますか？それとも秘密をばらしちゃいますか？そしてどんな人生を送るでしょうか？今日と同じ、そんな一日でいいんですかね？2019年12月31日と同じような2020年1月1日でいいんでしょうか？というね、謎かけを最後にしてメッセージを終わらせたいと思います。それではね、どんなフックもかけていません。どんなトリックもありません。なのに速稼塾のセールスをちょびっとだけさせていただきました。億万長者合宿、いってらっしゃい。